見えますか、こんな感じです。はい、色よく上がってます。これとかいいですね、すごくね。もういいです、これは。ほら、めっちゃうまそうじゃん。どうも、リュウジのお兄さん、ジョージです。はい、ということでですね、今回はですね、またナス料理です。とりあえずもうナスさえ出しときゃいいだろうっていうね、そんな思考がもう見え隠れしますけども、季節のもの食べたいじゃないですか。ナスはナス野菜です。夏野菜なんでですね、今の時期に食べておきたいということで買ってきました。どう料理するかと言いましたら、今回はですね、ナスをたたきにしていきます。これね、ご当地グルメなんですよ。もし間違ってたら言っていただきたいんですけども、高知の方は何でもたたきにするらしくてっていう噂を聞いてですね、ナスをたたきにして食べるっていう、揚げナスをカツオのたたきみたいな感じでですね、薬味をバーって乗せて食べるっていうね、この郷土料理があるんですよ。でこれを僕なりに作ったのが今回のレシピです。美味しさが約束されてます、これは。今回はこのナスのたたきでいっぱいやっていきたいなっていうふうに思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、このナスのたたきをもうこれから作っていくんですけども、ほとんどおつまみなので今回もね、3本目なので飲みながらやっていきたいと思います。香料カポスシンとか皆さん見飽きてると思うんで、今日はもう普通にやります。で、材料説明ね。ナスです、3人です。大葉が5枚で、みょうがが1個。でこれね、薬味はね、お好みで増やしてもいいです。今回作りやすいように少量で、少量でやってますけども、あと生姜ね、 5g ね、増やしちゃってもいいです。これぐらいがまあ適正かなとは思いますけど、 もっともっとあってもいい。みょうがとか倍とかで、みょうが豆腐倍とかでもいいかな。であとしらすね、ナスだけだとね、ちょっとね、うまみがね、ちょっとね、お野菜だけなんで、ちょっとしらす今回乗せます。あと小ネギ、ね、たっぷりこれ使っていきます。あとは調味料は概要欄に書いておりますので、そちらチェックしてみてください。じゃあね、まずはヤスからね、切っていきましょう。はい、これ切って、皮がね、どうしてもね、油吸わないんですよ。なんでね、こういう風にね、ちょっと切れ込みをね、入れてあげた方がいいです。はい、全体的にちょっとね、切れ込みを入れてください。そうすると熱が通りやすくなるでいいか。熱が通りやすいように、こんな感じでね、こうしましまに、しましまというか、ちょっと傷つけていきますね。はい、全てを傷つけていきます。その傷口からうまさが生まれますんで、はい、これをやることによって熱が、ね、通りやすくなります。こうしたらあとね、乱切りにしていく。はい、でね、ちょっとちっちゃめのね、おつまみにもしていくんで、これぐらいの乱切りかな。また乱切りにね、乱切り、ラーン料理と全然関係ないですね。ちょっと蘭姉ちゃんを思いながら乱切りにしたのがこちらですね。はい、みょうが、みょうがはね、僕は千切り。はい、千切りです。生姜もね、千切り。こうスライスしてから、横にこうやって、スライスしてから千切りにするとこんな感じ、ね、生のね、この生姜はね、非常に香りを持ちますんで、いい薬味になるんです。大葉はね、こうやって丸めて千切りにしていくと非常に食材との絡みも良くなりますんで、はい、はい、こんな感じですね。大葉はね、水ちょっと振っておきます。はい、そうしないとちょっとね、大葉だけ乾いちゃうんでね、はい、後で絞れば大丈夫なんで、ちょっと お水浸しておくといいです。ナスなんですけども、こうやって広げたら果肉の部分を上にしてください。塩を振ります。塩を振るとこのナスからね、水が出てくるんですね。でナスの、果肉っていうのはスポンジ質ですから、ここに水分が満たされることによって余計な油の吸収っていうのが抑えられるんですね。なんで僕は最初に塩を振る、ね、一つまみね、はい、でまんべんなく振っていく。一つまみちょいぐらいかな。ここで、ね、塩をねちょっとねつけちゃうんですね、はい、すぐね水分がねナスって出てくるんですよ。このまま 2,3 分置いときます。そうするとすぐね寸透圧で水が出てきます。その間にタレ作っていきます。こうねたたきなんでポン酢なんですよ。ポン酢ね大さじ3杯。はい、濃縮めんつゆ3倍のやつ、2倍のやつだったらね、もうちょっと足してもいいんですけども、大さじ半分入れるんですよ。これによってね、だしの旨味も加わって甘みもついてですね、食べやすいポン酢になる。少しね、ナスを、食べるときは甘めがいいと思うんで、砂糖ね、小さじね、3分の2で、これをね、混ぜておく。
そうして味見してみてください。こいつは冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、ナスが夏コミにいる人ぐらい汗かいてくるんですよね。クッキングペーパーね。はい、じゃあこれね、で押さえます。ちょっとね、表面の水分は取れるんですけども、中にはこうし塩が入ってね、結構ねナスの中に水分がね出てきてる状態になってるんですね。なんで油をね必要以上に吸わないんですよ。これがうまいんですよ。はい、じゃあ揚げていきます。でフライパンに油ね、鍋底、これちょっといつも使ってるのよりちょっと大きめなんですけども、鍋底ね1センチあるかないかぐらいでいいです。ナスを浸すとこれ全部吸わないですから、120とか 130cc ぐらいだと思います。揚げナス作る時ってすごく油使うイメージじゃないですか。なんだけど事前に塩振っておくことによって、これねこれだけで十分なります。これだけでお伝えしたい。揚げナス作る時にナスを他で調理する時も全部使えるテクニック抜きのではなく、油を使う時に油がね必要以上に吸収されないっていうので、僕はこのやり方をやってます。はい、油が温まったなと思ったら、中火にしていきます。で全て入れていきます。はい、塩振らないでやると油と全部ナスが吸っちゃうんですよね。強めの中火ぐらいな感じですかね。だから皮目ね下に持ってってあげてください。テクニックとして覚えておくと非常にいいと思います。はい、まあこんな感じでね、そこまでね油吸ってないぞナスが、薄やかになってくるじゃないですか。そしたら全体を混ぜると。このやり方はね、揚げナスやるときに非常に有用でございます。香ばしく揚げていきますね。切れ目入れてるから火の通りもね結構早いんですよこれね。夏って暑いじゃないですか。この揚げナス作んのもね、もう本当に台所めちゃくちゃ暑いからね、夏に揚げ物作ってくれる家庭ってマジで頑張ってますよ。夏場に揚げ物したらもうスタンディングオベーションですよ皆さん。この動画はね料理しない人にも見せてください。大変なんだなっていうふうに思いますんでね。見えますか、こんな感じです。はい、色よく上がって、これとかいいですね、すごくね。もういいです、これはもう大体全部トロトロになったと思うんで、もう揚げちゃいましょう。ザルみたいなのがあると便利です。油をね、吸ってないんだよね、何度も言うけど。ほら、油がこんだけ残る。このまま食べてももちろん美味しいです。揚げたて夏だから冷やした方が美味しいんじゃないかと思って、もし時間があれば冷やしてください。粗熱取れて冷やしたら油も抜けていきますんで、今回はねちょっと美味しく食べたいので、この薬味とともにね少し冷蔵庫で冷やしたいと思います。もし時間が足りない方はこのまま冷凍庫でもいいです。はい、はい、ではですねこんな感じで、ナス冷えました。粗熱少し取ってから、まあ、ちょっとあったかいまま入れたんですけども、冷凍庫でね金属バットも使ってるんで、15分でキンキンに冷えました。でこれをねこんな感じでさっと皿に盛ります。これが最高なの。あったかいまんまでも美味しいは美味しいんだけど、多分、ね、冷やした方がね5倍うまいと思います。しらす、これで、ね、ちょっとね、このしらすのうまみをね加えていきます。なければねツナとかでも美味しいし、あとなんだろうな、アジとかね、アジとか焼いてほぐしたもんでもいいです。はい、で千切りの生姜の大葉ね、さっきね水かけちゃったからちょっと絞ります。絞って、パラパラと、ここに、はい、最後にこのみょうがねぎね結構たっぷりめでいいです。これぐらいいっちゃいましょうか、今日は。ポン酢だれ。ここね、周りからガーッとかけます。ほら、めっちゃうまそうじゃん。ヤスの完成でございます。それではできましたので、食べていきたいと思います。いただきます。冷やし用の酒なんで、はい、薬味ねたっぷり巻き込んでくださいね、これね。いただいちゃいます。いただきます。うまっ。ナスがトロトロジューシーで、タレが最高に美味しい。少し甘みがついてるんですけども、旨味がね強くて、本当にこれやばいね。
この薬味もすんごくふわっと爽やかさを演出してくれて本当に美味しい。つまみとして優秀すぎる。一回水出ししたねナスはね、本当に美味しいね。これでご飯食えますね。うん、徹夜チャンス。あ、飲んだ飲んだ。あ、失礼します。あ、すいませんね。うまいよね、くず流。じゃあちょっといただきます。じゃあ徹夜です。間違いないよね。やばくないこれ。でも居酒屋で見たことないんだけど。ああ出さないね。揚げナスがめんどいかも。めんどいよね。だってめっちゃ手間かけてるもんね。やっぱ料理上手だよ。僕料理研究家なんですよ。いろいろ詰まってる。あ、シンプル流れね。どう考えても日本酒。合いすぎる。断然冷やした方がうまい。うん、断然めちゃくちゃ推したい。これ本当にみんなにやってほしい。ガラスサルト、ありがとうございました。はい、ということですね、今回のラストの続きいかがでしたでしょうか。意外と知られてないレシピなんですよ。絶対やってほしい。マジうまいんで、ぜひ試してみてください。やっぱね、お酒飲むと陽気になるんだよね。うん、僕ね、お酒飲まないと言ってね、人と話楽しく喋れないんです。僕は言うもんだと思った。言うもんだと思った。乱切りにしながら、乱最近な、乱っていうなんていう言葉が大きくともうなんかもうちょっと叫びたくなっちゃうんだね。コナン大好きだから。一つ食べても丁寧な感じがもう分かるもんね。調子のもんね。はい。これでもカットだな。はい。いや流しいいよ。全然流しいいよ。